フェラーリ 488GTE ルマン耐久グランドツーリングカーとは国際自動車連盟が FIA 世界耐久選手権向けに特別分類しているグランドツーリングカーである。フォード GT グループ GT2 が2011年に耐久レース用規定に発展して誕生した。国際モータースポーツ競技規則の不足 J 光ではグループ E 部門2の SC に属する。 GT 型車両とされる。グループ GT3 同様性能調整を用いるが FIA、ACOO の採用に不満が多かったため2016年から性能調整決定から人間性を排したアルゴリズムを用いている。ベース車両となる市販車は2シーターあるいは2シーターのクーペで大規模メーカーの場合は連続する12ヶ月間で200台。 小規模メーカーは25台の生産が必要。しかし、フォード GT のように FIA、ACO の許可を得られれば市販車の生産前にホモロゲーションを取得することも可能である。エンジンの排気量は、自然吸気は 5500cc、下吸機付きは 4000cc まで。かつて ACO はグループ GT3 との統合を SRO に持ちかけたが結局破断となり、 空力開発の自由度を上げることで差別化して決着した。WEC では LMP1 の高コスト化や GT3 人気の後押しもあって多数のマニュファクチャラーの参入を見せており、2017年から LM GTE プロクラスがワールドカップから世界選手権へと格上げされた。一方でアマチュアには GT3 ほどの人気はなく、 WEC の姉妹カテゴリーであるアジアンルマンシリーズでは LMGTE 車両は採用されていない。しかしその後参戦、メーカー数が減少に転じ、2021年時点で参戦を継続しているメーカーがポルシェとフェラーリの2社のみとなってしまったことなどから ACOO では2023年をもって LMGTE を廃止することを決定した。また前日の2社も、 ルマンハイパーカーもしくは LMDH クラスへの参戦準備との兼ね合いで2022年で LMGTE でのワークス活動を終了するとしており最終年はワークス不在のシーズンとなる。ありがとうございます。